皆さん、こんにちは。リデル役の浅野真澄です。えー、今日はですね、鍵姫物語キャラクターアルバムということでですね、あのー、お時間をいただきましたので、えー、ちょっとの間だけ、私と私の演じるキャラクターについてお話ししていこうかなと思います。えー、まずはですね、自分の演じるキャラクターの性格を自分自身で分析すると、 なんですけれどもー、やっぱり性格的には、なんだろう、ミステリアスで、で、すごく、作詞だと思うんですよ。なんかあのー、なんだろうな、自分の、こう、目標に向かって、あの、その目標のためだったら、あの、秘密もずっと黙っておけるし、身近な人のことも、こう、うまいこと、欺くことができるっていう。 あの、私はそういうのってなんかちょっとかっこいいなぁなんて思うので、あの、最終回までやってみて、ああ、リデルってこんなことを考えてたんだなんて、あの、思ったりしたんですけども。でも、あの、ちょっと分析するとですね、なんかあの、一見すごいリデルって悪役な感じが、あの、最終回まで見た皆さんはですね、してると思うんですけど、でも、実際はきっと、 なんていうのかな必要に迫られてっていうか、なんか、ああ、このままじゃいけないわっていう思いがリデルをそうさせてしまったというかですね。うん。なんだと思うんですよ。だから、もっと違う環境に置かれたらきっと、すごくこう優しくて綺麗なお姉さんのまんまでいられた人なんじゃないかななんて思っております。えー、次にですね、キャラクターと自分、性格は似ているかどうかということなんですが、えー、残念ながら、全然似てません。 なんでかっていうと、あの、私、なんだろうな、ミステリアスな女性になりたいなって思って、ずっと、こう、そのためにはどうしたらいいのかなって思ったりとかして、こう、本を読んだりとかしたんですけど、どうしてもミステリアスになれないんですよ。で、なんでミステリアスになれないのかなと思ったら、口数が多いんですよね、ものすごく。 で、あの、ミステリアスなキャラって余計なこと言わないじゃないですか。でも私はなんか余計なことも必要なこともブワーって喋っちゃうんですよ。なので、残念ながら似てないんですけど、でも、もうちょっと、あと何年かしてですね、私もこう、大人に、もっともっと大人になったら、リデルみたいに、こう、底の知れないミステリアスな女性になれたらいいなぁと思っております。えー、そして、キャラクターの長所と短所。 自分の長所と短所なんですけども、キャラクターの長所と短所、なんだろうなまあ、長所は、うーん、物腰が柔らかいとか、あと、思ったことを、思ったことが顔に出ない。うん。短所は、えー、っと、なんだろうな、何を考えているかわからないとか、えー、策略家で多少の犠牲は厭わないが短所なんじゃないかな。 ビデルの場合はですよ。えー、でですね、私の長所と短所は、うーん、なんだろうな良くも悪くもあるんですけど、思ったことを伝えちゃう。なんかあのー、なんだろうな。 いいなって思ったことも伝えちゃうんだけど、それはどうよって思ったことも、なんか直球で伝えちゃったりとかして、なんかあの、あー、デッドボールになっちゃったみたいなことが結構あるんですよね。それはあの、直そうって思うんですけど、でも、いざ、なんか一文でもうそれは、なんかこう、いきなりこう、ね、直球投げるのやめようって思っても、実際に、あ、これは言わなきゃっていう、あの、窮地に立たされるとですね、 いや、間違ってないから投げちゃえみたいな感じで、どうしても投げちゃうんですよ。それは、あの、直したいですね。こう、せめて、こう、もうちょっと相手に取りやすい球を、なんか、投げられる人になりたいなと思います。そしてですね、次に、えー、鍵姫物語永久アリスロンドという作品に対する思いや感想なんですけども、えー、実は私も、あの、不思議の国のアリスっていう、あの、話がすごい好きで憧れてたんですよ。 だから、あの、ほら、ストーリーの中で、あの、いろいろね、こう、アリスの世界に憧れて、あの、オルタナイト・エル・タキオンは一体どんなことを考えてたんだろうみたいなことを、こう、みんなでね、話し合ったりするじゃないですか。あの気持ちはすごいわかるなと思うんですよね。で、あのー、この、永久アリスロンドも、不思議の国のアリスもそうなんですけど、こう、話の辻褄が、こう、なんていうのかな。 まあ、合ってるんだけど、すごくこう、うん、ミステリアスっていうか、こう、テーマが、こう、ちょっと、掴みにくいっていうか、見れば見るほど不思議な部分が出てくるっていうか、あの、そういう作品だなと思うんですけど、なんか、そういうのって何度も何度も見たくなるし、なんか、こう、セリフのちょっとした、なんかニュアンスとかも、これはこういう意味なのかな、とか、あの、あ このパラレルワールドはここに繋がってんのかなみたいな感じで、こう、謎を解くというかですね、自分の中で納得するために何度も見たくなる作品だと思うんですよ。なので、私もですね、あの、DVD とか、あと今回のキャラクターアルバムとかもですね、何度も楽しみたいなと思っております。さて、最後に、この CD を聴いている皆さんへメッセージ。えーとですね、 あの、リデルは、私にとっては、ものすごい珍しい、あの、悪役っていうか、で、悪役でしかも、大人の女性で、なんか、ドキドキしながらアフレコさせてもらったんですけど、でも、あの、アフレコしてる間はずっと、あの、音響監督さんに、あの、リデルが、こう、悪い、 人だっていうのは、最後の最後までわからないようにしてくださいって言われて、なんか、ああ、どうしたらいいんだろうって思いながら、こう、自分の中で着地点を見つけながら、こう、やった役なんですけども。でも、その分すごく思い入れも深いです。で、あの、今回のキャラクターソングもですね、なんか、リデルはこんなことを考えてたのかっていうような、こう、リデル自身の、あのー、 気持ちを歌に乗せて歌ってるみたいな感じのすごく素敵なあのメロディーと歌詞をあのー、作っていただいたので皆さんもリデルの気持ちになってですね一緒にこの歌を歌ってもらいたいなと思いますえー、他の皆さんのですねあの曲も聴くのを楽しみにしてますのでえー、ぜひ皆さん一緒にこの CD を聴いてですね鍵姫物語の世界に浸ってください どうもありがとうございました。以上、浅野マスミでした。